アクア道島は、大阪市北区道島浜一丁目にある、オフィスビルである。19階建ての高層ビルである、アクア、道島東館及び、アクア道島 NBF タワーの2棟と、低層棟、フォンターナの合計3棟によって構成されている。カーテンウォールを持つ3つの高層ビルが合体したような、外観だが、実際には2つのビルに分かれている。東側一棟が、アクア。 道島東館で四つ橋筋に面する西側二棟が、アクア、道島西館である。また、東東北側に飲食店舗棟がある。大阪町並小第18回大阪府建築士、会長賞受賞。在阪六社の共同事業で建設された。アクア、道島東館及びフォンターナの一部は、2004年6月30日に、 日本ビルファンド投資法人が、三井不動産が出資する SPC、レゾンプロパティ有限会社から取得した。NBF は、同信託受益権を2017年3月31日に、インベスコーフィス、J リート投資法人に譲渡している。アクア同島 NBF タワーは、2004年9月30日に、日本ビルファンド投資法人が、レゾンプロパティ有限会社から、 新宅受益権を取得した。それに伴い、2005年7月1日に、西立の名称が、それまでの、アクア道島山と道島ビルから、アクア道島 NBF タワーに変更された。ありがとうございます。